エネルギー問題が解決しない実況。ハッチマルよ。頭の武器はレーザーだよ。胴体部分のパーツを購入して、エネルギーの最大値を上げたぜ。研究の方で、レーザーのエネルギー効率を、上げるのがあるので、今回のミッションの報酬で取るつもりだよ。前置きが長くなったけど、早速やっていくのぜ。惑星ヘパイストスの軌道上を回る、通信アレイを守っているザトロスの前哨基地。それを攻撃して通信を遮断するぜ。レイさん、出撃する。気をつけてくださいね。今日もよろしくね。よろしくなんだぜ。今回は仲間との出撃なんだね。一連のミッションの総仕上げなのぜ。それだけ大掛かりな作戦ということだな。敵の排除をお願いします。了解。レーザー強いね。敵の機銃が溶けていくぜ。エネルギーも溶けていく。これはしっかりと狙わないといけませんね。あと、エグゼキュートを活用していかないと。小型の飛行機なんかはレーザーで1発撃ってからエグゼキュートしたいぜ。チャンスです。逃がさんぞ。この演出も好き。戦場で一番いい戦い方は、効果力で強い敵を攻撃して、弱い敵をエグゼキュートで倒してエネルギーを回収することかも。なかなか難しいんだけどね。私の苦労がわかったか。はいはい、ほいほい。なんて適当な戦士。あと1匹。よし、信号の発信源を破壊してください。あれだな、レーダーが何かを検知しました。調べてみよう。なんなのぜ。接続ターミナルだね。何かを解除するのか、何か入っているのか。今後はハッキングはカットの方向で行くよ。よし、解除した。これはお金だ。思わぬ収穫だな。小惑星帯で資源回収した時みたいだぜ。結構もらえてホックホク。 AKB トラックがあります。気をつけてください。ゾウリ君が引っかかってたやつだぜ。ズンレです。わ、いたの。なんで今回出撃していないんだ。いやあ、会議中に漫画読んでいるのがバレまして。中高生か。それで懲罰中なんです。順調に道を踏み外しているようだね。感心感心。なんでだよ。暇なんで通信でサポートしていきます。うむ、当初とは偉いキャラが違ってきたな。我々のおかげだぜ。余計なことを。ゼイレ君もこんな感じで捕まっていたね。ズンレです。でもウォーテックでもないと、エネルギーが一瞬にして枯渇するので逃げ出せないんです。部隊の皆さんのサポートお願いしますね。もちろんだ。周りの敵を落としてから通信装置を壊していくよ。邪魔されると面倒くさいぜ。フォースフィールドが張ってあるな。解除お願いします。了解した。手慣れたものなのぜ。よし、これでフォースフィールド解除だ。次はどこかな。次はいよいよ本丸です。あの前哨基地を落として敵の通信網を破壊してやりましょう。よし、野郎ども、ゆっくりに続け。うおお、痛ましいこと。基地というだけあって守りは強固です。敵の固定砲台に気をつけてください。これは味方の皆さんにおとりになってもらうしか明暗だぜ。おとりになるのは私たちだよ。管制室、問題発生だ。フォースフィールドがそこらに張り巡らされている。どうやって無効化したらいいかわからない。基地をスキャンしています。姉さん隊、どうやら弱点がいくつかあるようです。画像を送ります。フォースフィールドを無効化するため、そこを破壊してください。さすがイサドラさん。さすイサ、さすイサ。鉄拳。弱点の前に固定砲台を減らしたいね。味方が落とされるのも嫌なので。おとりにしようとしてませんでした。何のことかな。ゆっくりたちは過去を振り返らないので。かっこよく言うな。T
現在の武器の中で、最も強いのがミサイルなんだけど、動きの速い敵には、当たらないんだよね。ボーテックとかかわしてくるからムカつくぜ。まあその分固定砲台とかには、効果抜群だけどな。ここは惑星ヘファイストスの近くの中域なんだよね。ヘファイストスといえばアフロディーテの夫であり、神狩りの武器職人なのぜ。そして妻をアレスに寝取られた。かわいそうな神でもあるね。NTR、NTR。変な属性まで付与されているじゃないか。ヘファイストスって聞いて最初に思いついたのは、ゴッドオブウォーだね。あれも面白かったのぜ。敵増援部隊が来ます。おとなしくやられてはくれないか。大型の戦闘機もしてます。注意してください。出てこなければ、やられなかったのに。口ごと潰すから、どっちみち死んでたと思うよ。えへ。機銃を潰すまで、本体にダメージが入らないから、しっかりと狙わないとダメだぜ。反転したとき、弱点が隠れるから、狙いにくい。エネルギーか。無駄弾を撃ったからだよ。そういうの。待て。エネルギーがないから攻撃できないし、ブーストで追いつくこともできないので。鬼ごっこですね。構えてごらんってやつですね。構えたぞ。ボーテックかける戦闘機。ありだな。ありなの？気持ち悪い。ありがとうございます。もう戻れないとこまで来ちゃったね。戦争って残酷なのぜ。はぁ、あ。あらかた片付きましたね。通信アレイを破壊してください。フォースフィールドが剥がれているね。ガンガン基地を破壊していって、通信アレイを丸裸にするのぜ。やったし。瞬間。敵援軍を検知しました。でかいのは私に任せろ。残りを頼む。アイサー。無駄弾を撃たないと、スムーズに倒せるね。ボーテックの腕前が見たければ、エネルギー残量多いよ。ってやつだぜ。そんな格言あるの？今私が作ったんだぜ、どやー。いら。リーダーは倒したから、指揮系統は混乱しているはずだよ。お見事です、大。味方も奮闘してくれていますね。ちょくちょく敵を倒してくれているね。この部隊は優秀だぜ。ボール君も頑張るように。ズンレです。ふむ。なかなかズンレ君の名前を覚えられないから、あだ名を決めてみるのはどうだぜ。あだ名かー。ひらめいた。柿崎ってのはどうだろうね、君。なんかステーキを1切れしか食べられなそうな感じがするぜ。柿崎ー。なんか縁起が良くなさそうなあだ名ですね。残り2機です。あだ名も決まったところで。決定なの？引き続き壊していくぜ。敵、再びの増援です。懲りない奴らですね。そうだね、柿崎くん。そうだ、この部隊の名前はスカル小隊に。やめてください。死んでしまいます。このミッションが終わったら、次は何をするんだろうね。アレスと合流するのぜ。作戦が順調に進みすぎているんだよね。何か問題でも？個人的に順調に行っているところで、罠にはめられ窮地に陥れられて、そこからの大逆転が見たい。でも最初の時点でコロニー落とされまくりで、すでに窮地だったのぜ。まあ、何にせよ、胸が熱くなる展開が、見たいってことだよ。お前らに胸はないだろ。よし。あとは通信アレイを壊すだけですね。その前に基地を叩いて、フォースフィールドを消さないといけませんか。敵側の人物模様ってどうなっているんだろ。せめて敵士官の名前ぐらい知りたいので。姉さんもライバル欲しいよね。私に聞くな。アムロにはシャア、カリーンにはシロッコ。やっぱ盛り上がるよね。敵のボーテックが出現しました。なんか強化されているね。警戒してください。今さら現れてももう遅い。戦況はすでにこっちのものだぜ。全軍で攻撃しているね。この状況で、なかなか勇敢なパイロットなのぜ。ああいう勇気は、ヒップの勇気？本当の勇気とは別のものだ。戦火。接近戦で決めるのぜ。任せろ。おお。パリー？
タイミングよく防御すれば、パリーになるのかな？成功したらちょっとの間、行動不能になるみたいだぜ。おしまいだ。胴体が切れるモーションって、発生条件は何だろう？ミッション成功です。お疲れ様でした。特に言うことはないね。コメントしづらい戦績なのぜ。うるさい。しかしこれで敵の通信網はズタボロだね。ジャミング装置もなくなったし、快適にネットが楽しめるのぜ。これでいろいろはかどりますね、タイ。ちょ。やらしい。不穏な空気が流れたところで、今回はここまで。またね。ご視聴ありがとうございました。気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価お願いします。ご意見等あれば、気軽にコメントしていってね。では、次回まで、ゆっくりしていってね。